こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回がジャズドラムソロのコツ4番で最後になるんですが、3ストロークというやつですね。右左左、右右左という、2つの組み合わせで、これで2つを右左左右右左で6ストローク、フュージョンの人とかジャズの人は非常にこの手順をよく使えますので、この手順は覚えておいて損はないです。ゆっくりから始めて少しずつ速くしてみましょう。それでは、基本手順ですね。3連トップっていうのはオルタネート、手順を右左右左と左右交互に使うことで演奏すると、拍ごとにこう右になったり左になったり結構煩雑になるんですね。なのでジャズでは、特に現代ジャズの人はよく使えますが、右左左という手順と右右左という手順を基本で使います。まずは、A ですね。A と名付けましたが、右左左、右左左、右左左と、このように叩いていきます。右がアクセントで、バスドラは表です。バスドラとアクセントが一緒になります。踏める人は2-4のハイハットも一緒に踏んでみましょう。ではゆっくりやってみます。次は B になりますね。 B は右右左右右左ですが、バスドラと左手のアクセントがずれるんですね。ドゥドゥタドゥドゥタっていう、でもこの感じがスイングフィルなので、ジャズをやる人は、しっかりゆっくり何度も練習して身につけていきましょう。ではまずゆっくりやってみます。それではこの A を1小節、B を1小節というふうに切り替えて演奏してみます。それでは、この練習曲、3ストロークエチュードっていうのは非常に有名なんですね。これをウォーミングアップなどに使いますので、覚えてしまいましょう。まず解説していきます。まずはこの A と B を1小節ずつっていうのは今やったやつ、これを2回やるのが1段目になりますね。そしてこの2段目に行くと、 A が2回 B が2回、要は2拍ずつで2回ずつ切り替わっていくわけですね。最後の2小節はすごい難しくて、1拍ずつ ABAB というふうに切り替わっていきます。それでは、このエチュードをゆっくりから始めて、そして早く叩いてみたいと思います。これだけでも、もっとランダムにできれば十分、バディ・リッチの頃とか、ああいうスイング時代のジャズドラムソロっていうのはすぐできますね。それではこれをちょっと応用していきます。タムに移動していくんですが、まずは最初簡単に右の、手はアクセントのはフロアタムに、左のアクセントのとこはハイタムに、移動しやすいように演奏しますが、これを、最初はゆっくりのバージョンと、そして速いバージョンと2回演奏してみたいと思います。それでは、もう一つですね。今度はちょっと難しいんですけど、右手はライドシンバルに、左手はクラッシュシンバルに、そしてアクセントはバスドラムがアクセントでついていくんですね。ここは非常に難しいです。ハイハットの2-4キープしているとかなり難しいですが、エルヴィン・ジョーンズのドラムソロなんかはとってもよく使うので、ぜひ練習してみましょう。
ハイハットやスネアで演奏するアクロバティブな演奏もこの3ストロークだとすぐできます。マックスローチのミスターハイハット奏法でも使っているこの、グリップエンド奏法というやつですね。グリップエンドっていうのはスティックのお尻の方なんですが、このグリップエンドトップを交互に演奏します。グリップエンドの方からスタートする方がやりやすいと思いますので、それで練習してみましょう。スティックは真ん中のあたりを持つと非常にやりやすいと思います。ダブルを叩いている間に時間があるので思っているより移動しやすいと思います。連続するとやっぱりきついですけれど、できると、見た目ですごい頑張ってる感が表現できるので、そういうのって演奏で大事だと思います。それでは、少しやってみたいと思います。早くするととっても難しいように感じたかもしれませんが、まずはゆっくりから少しずつ、パッドで練習してたら暇な時間があればね、毎日毎日やってると必ず高速化しますから、少しずつスピードを上げていってください。この動きはもう体で覚えて込んでおくと面白いほど手が動くなるので、とてもおすすめです。ぜひやってみてください。